大概こうやって音が低かったりしますんで、その時は穴をちょっと広げる必要があると思う、ね。陶器だから乾いたものは削ってるとね、割れたりしますから、濡らしながらやっていくのがいいと思いますね。このように下の音から、順番に穴の大きさを広げていく。まあそのキーが高かった場合はね、これはもうどうしようもないってわけじゃないんだけど、穴を塞いでいくのはまあ薄く生地を張っていかなきゃいかんから、それはちょっと樹脂系の接着剤みたいなものを使ってねやっていく。まあとっても作業的には時間がかかるよね。樹脂が乾く間、まあ、こうやって、全部の音を調律する。もうオカリナの場合は本当に、なんだろうな、あの楽器屋さんで買っても、音程が本当に調整されてないですね。もうだから調律だけでもすごく価値の高いことだからね、高いことだなと思います、演奏するにはね、ピッチが合わないと。まあ、だからこのオカリナをね、調律して、売ってるね、その価値を、まあ、分かる人は いいだろうね。そのもう音程が合わなきゃ演奏にならないからね。だからまあそこら辺を大事に一応しております。